さすが女王を守るナイト。片落ちじゃないのと戦ったのは初めてよ。ナイトはポーンみたいなバグとは違うからね。女王が侵入を許可した存在じゃない限り、問答無用で抹消するよう最初から作られてるの。かなりきつかったけど、とにかくお互い無事でよかったわ。さてと、問題はあれよ。クロノグラフで開いたバックドアをどうするかよね。このまま放置するのも危険な気がするけど、あの奥、女王が人の手を拒んで以降、誰も踏み入れたことのない領域。組織としてはぜひとも入っておきたいけど、今の戦力じゃ心もとないどころか、きっとただの無謀ね。ならせめて中の画像か何かだけでも取って帰るしか。ここから覗…何？警告、そこから先へ踏み入るな。いつの間にこんな近くに。接近センサーには全く反応なかったわよ。あの子は一体何？フォークロア？ AI？ 何か得体の知れない嫌な感じが。さっきのナイトよりも危険な。バックドアが閉まる。システムによる自動復旧。猿、女王の許可なき者ども、引き返せば私の権限において、今回は見逃す。今のは本気でヤバかったのかもしれない。弾を避けるとき突っ込もうかと一瞬思ったのだけど、あんたの言う通り下がって正解だったわ。あの子、本能的に何か得体の知れない気配がしたもの。あんたは大丈夫？体の方に違和感とかない？そう、よかった。今後のことを思うとドクターに相談しておきたいから、何らかの記録が取れてればいいんだけど。干渉されて取れなかったか。ノイズだらけね。でもあんたが倒れてナイトと戦う前までは取れてるから、クロノグラフがバックドアを開いたところはドクターに確認してもらえるわね。そうだと思うけど、あんなのがいるなんて聞いたことないわ。前からいたけど知られてなかったのか、最近作られたのかわからない。フォークロアか AI かすらもわからないもの。帰ったらドクターか桃地あたりに聞いてみましょう。だけどバックドアは完全に塞がれてしまったわね。復旧の仕方から見て、普段排気領域で壁を傷つけた時と同じだから、あれは女王のシステムによる修復ね。でもすごいわ。今まで女王 AI のいる領域に近い場所までたどり着けた人はいないの。何体ものナイトと戦える人もいなかったから、せいぜい手前のアンダーグラウンドまでしか到達できていないのよ。それがこんな方法でいける可能性が出てきたなんて。アンダーグラウンドはシステム領域内に残る数少ない人が作った場所よ。わずかに残った人類の遺跡みたいなところね。アリスは昔あった大きな不具合のせいで、根幹であるシステム領域のほとんどを女王が作り直したの。だからもう人が作った部分はほとんど残ってないらしいわ。まあね、機密事項だから説明はできないんだけど、とにかくこれからが問題。ナイト1体でもあんなに強いんだから、フォークロアが1人2人いたってすぐにやられちゃう。それにあの子、何者かわからないけどナイトよりも不気味な感じがしたわ。もしシステム領域にあの子みたいな得体の知れないのがゴロゴロいるなら、今の私たちじゃ
完全に戦力不足かも。帰ったらあんたのフォークロアも強化していかないと、この先の領域じゃ厳しいと思う。あの中に入るならしっかりとした準備が必要だわ。今日のところは研究所に戻ってドクターと相談しましょう。お、そこにおるのはネウカ。あ、武蔵さん、お久しぶりです。うむ、久しぶりじゃの。元気にしておったか。ええ、おかげさまで。こちらの御人はイクリプスの新入りか。研究所の協力者です。研究所の。そうか、わしはテンペストの宮本武蔵じゃ。企業の出す大型データ廃棄物を処理する仕事を請け負っておる。ネウとは基地の間柄でな。お主とも廃棄領域で会うこともあろう。よろしく頼む。えむ、ところでここいらで戦闘しておったのはお主らか。はい、そうですが、どうかしたんですか。いや、戦闘区域の境界線を設けておったはずなんじゃが、気がつかんかったか。ごめんなさい。かなり強い敵に遭遇しちゃって、逃げるのに必死だったので気づかず、うっかり踏み越えちゃったみたいです。ほう、そんなに強い敵が。してその敵は今どうしたのじゃ。そのクロノグラフのことを言うわけにもいかないし、どうしよう。なんじゃねえ、どうした。急に歯切れが悪いようだが。そうなんです。思い出したらまた震えが。そうか、まあ何か事情があるようじゃ。また今度落ち着いたら聞かせてくれ。ところでそんな怖い思いをした直後ですまんが、ここいら一帯はこれから戦場になる。用がなければ早めに退去してくれんか。はい、わかりました。この近くで掃討作戦とかされるのですか。ああ、急激にポーンが増えた場所があって、他の組織と協力して掃除をするところじゃ。まあうちの連中はイクリプス。おっと、ネウたちとは協力関係にあるのを知っているから、お主らに敵意を向けることはない。じゃが他の組織は違うからの。もたもたしておると誤ってお主らが狩られるやもしれんぞ。本当ですね。見つかったのが武蔵さんでよかったです。教えてくださってありがとうございます。じゃあ気をつけて帰りますね。あ、気をつけてな。行きましょう。それはなんていうか、ちょっと込み入った話だから今のあんたが知る必要はないことよ。さあ、そんなことより、せっかく武蔵さんがわざわざ教えてくれたのだから、ここで他の組織と揉めるわけにはいかないわ。あんただって疲れてるでしょ。早く研究所へ帰りましょう。はあ、やっと戻ってこれた。今回もいろいろありすぎて、さすがに私も疲れちゃった。ちょっと休憩したいところだけど、ことがことだけにドクターへの報告が先でしょうね。あんたも疲れてるところ悪いけど。あって、すごい顔色。まさかずっと我慢してたの。ちょっと誰か、医務室のヒポクラテスに連絡して。兄さん、何してるの？ゲーム、こ
今度は何のゲーム？上から降ってくるパネルを壊して敵を倒す。もしかしてマルチプレイもできるの？なるほど、面白そう。はい、これ何って。フレンド登録して。ありがとう。そのうち兄さんより強くなる。待っててね。あ、気がついたかい？ふむふむ。顔色は元に戻ったみたいだね。私の声はちゃんと聞こえてる？よしよし。うん、目も意識もちゃんとしてるっぽいね。じゃあ体の様子も念のため見るから、また生体情報にアクセスするよ。嫌な感じがしたら素直に言うんだよ。君は我慢しちゃうタイプじゃないかってネウが言ってるからさ。まったくよ。排気領域内で倒れるだけでも危ないのに、一日で2回も倒れるなんて。目の前で命に関わる異常とか心臓に悪いから本当やめてよね。辛かったら辛いってなんで言わないのよ。そりゃ早く帰りたかったけど、あんたに無理させてまで急ぐ必要はなかったのよ。まあ無事だったからもういいわよ。無事だったんだから。素直に心配したって言えばいいのに。ひねくれっ子だな、姉は。別に私は。はいはい、照れちゃってうるさい。まあでもね、医者としても痛かったり辛かったら我慢されるよりも申告してくれる方が助かるな。黙って我慢されて手遅れなんてことよくあるしね。おとなしい患者さんはありがたいけど困るんだよね。じゃ、もうちょっと細かく見るよ。おお。ふむ、健康体。でも私が気持ち悪い。は？なんていうのかな、違和感？私は医者であって科学者じゃないから、アリスの詳しいことはわからないし、だから適切な言葉じゃないかもしれない。前回医務室に来た君と今の君は同じではあるんだけど、アバターの情報が瞬間ブレて見えるんだよ。ほら、乱視の時みたいに二重三重の感じでさ。まあでも女王に弾き飛ばされずアリスにログインできている以上、君には変わりないんだろうけどね。でもまあ今は安定してるみたいだし、これ以上は変わりなさそうだから、また今度医務室においで。本当に大丈夫なの？うん、そうだよ。じゃあお大事に。わかった。じゃあ行きましょう。起きられる？よかった。ドクターには先に大体の報告をしてあるけど、説明することもしてもらうこともあるから、病み上がりで悪いけど一緒に来て。入るわよ。ああ、具合はもういいんですか？そういえば彼と会うのは初めてでしたか。後でちゃんと紹介しますよ。ネウから大まかな状況とバックドアが開くところまでは報告映像で確認しました。まずはクロノグラフを見せていただけますか？どれどれ、少しスキャンさせてもらいますよ。ん？やはりバージョンアップされていますね。ロックが一つ外れている。君が触った謎の情報体、あれが一番怪しいと思うのですが、あの瞬間何か変わったことはありましたか？
あの情報体はどうやら君に吸収されてしまって、映像以外に今は手がかりがないので、何かあるならぜひ答えてくれませんか。なんと、ちささんたちの映像を見たのですか。いや、もしかして記憶。おそらく一緒にいたのはちささんの作ったあの子かな。私も名前は知らないんですけどね。あの子がちささんの世話をあれこれ焼いてたのは覚えてますよ。なるほどなるほど。もしかして先ほど倒れた時のことですね。うん、おそらく君の記憶情報はクロノグラフの機能認証と関係していると見ていいでしょうね。記憶の情報量か特定の記憶かは不明ですが、何らかの条件が満たされた場合、機能認証がされるのではないかと。つまり特定の記憶を拾ったり、何かの弾みで記憶が増えたりすると認証フラグが立つみたいなこと。まあそういうことです。ただ直接の要因はやはりあの謎のデータでしょう。今後はあれをメインで探せばいいのではないかと考えます。あとクロノグラフの機能についてですが、先ほどのスキャンとネウの報告や戦闘ログなどから判断するに、十中八九システム領域にバックドアを開ける機能です。それも任意で。任意。システム領域とは、女王が思考を最適化する演算を繰り返し、新たなデータを生成、さらに納品データ適合を行う最終試験場、そして女王を保護する防衛ラインでもあります。多くの開発者が再び女王への介入を狙い、システム領域へのアクセス方法を血眼になって研究しているというのに、こうも容易に成し遂げていたとは。ちささん、本当に怖い科学者ですよ。クロノグラフさえあれば、少なくとも我々はシステム領域への確実なアクセス方法を手に入れたということです。ですが、これで加勢クロノグラフを取得する必要性が高まりましたね。そうですね、女王に対応されてしまっては困ります。そうならないためにも、より効率的に仕組みを解明するデータを入手しなければならない。そこで君たちの力を借りたい。アンドロメダ、ももちくん。彼はももち、アンドロメダの相棒よ。ももち、こっちがクロノグラフのマスターよ。あ、もうそれだけ？よろしくなとか握手とかないの？気分を害したらごめんなさい。この人愛想がないだけなんです。何か含むところがあるとかそういうことではないので、安心してくださいね。ネウが戦闘時に使っているセンサープログラムやウイルスチェッカーなどのツールは全て彼が作ったものです。ツールの効果はすでに見たことがあると思いますが、ももちくんのプログラマーとしての腕は一級品です。またデータに対する嗅覚がいいので、今回のミッションにはうってつけなんですよ。彼らと共に廃棄領域に行き、再度システム領域のバックドアを開けてもらえませんか。シサさんからクロノグラフについて頼まれているので、できるだけこちらも解明しておきたい。君の記憶情報を取り戻すことと直結しているのであれば、港さんを助けることにもつながっていくのではと私は思っています。今日はもう二度も倒れてるのよ。無理をしない方が良くない？そうですね。それに私たちもバックドアのことは今聞いたばかりなので、調査に必要な準備をする時間をいただきたいです。準備ができたらその時はお願いします。それまでは無理せずゆっくりしてください。じゃあここで今日は解散です。ももちくんたちとは別件の打ち合わせをするから、ネウたちは一緒に行っていいですよ。ええ、じゃあ行きましょう。私も今日は休ませてもらうわ。あんたもちゃんと休むのよ。
人が多すぎる。アリス出勤とかアリス登校があるともう完全に生活は自分の好きにできちゃうし、そうなると平日休日昼夜関係ないし、だからつい自由な時間に友達と遊びに来ちゃうのはわかるのよ。わかるけど、いっ来ても人だらけ。あんたもこんな人の多いところにわざわざ来るなんて物好きね。記憶のない人を一人で街になんて出せないわよ。それに何か思い出すたびに倒れてるし、何が記憶につながるかわからないのに知らないところでうっかり倒れられちゃたまらないわ。お姉ちゃん遅いよ。おじいちゃんの誕生日までにサプライズの準備しなきゃ。ごめん、早く行こう。リアルじゃあんたとなかなか時間が合わないから今日ここでやっちゃわないとね。俺さ、ついにアリスでちゃんと仕事できそうよ。っていうか、いきなり社長みたいな。そうね、体制の幸福から外れたあんたみたいのもいるけど、大多数は恩恵を享受している世界だと思うわ。ああ、 e スポーツの中継、今日はコンフリクト社がやってる大会の決勝戦だったのね。しかも一番人気の上昇チームが出てる。やっぱすげえな、キュプロすげえよ。これもう絶対勝つよな。キュプロスは素晴らしい。しかし私にはあの連勝を止めてみせる自信がある。何こいつ、急に出てきて何言ってんの。まだこちらに流れ着いて間がなく、戦友も参加費もないので参戦すらままならないが、あれほどの劣勢からでもひっくり返せる策が私にはある。え、にわか。あれひっくり返すのなんて無理でしょ。ほらもう決着がついて。おお、キュプロスまたしても連覇です。キュプロス強い、強いです。みんなで応援できて楽しかった。わざわざ街中まで出てきて正解だったよ。早速大会事務局に応援のおひねりを送ろっと。やったことないけどこれで合ってるでしょ。よし、感動の気持ちを込めてポチッと。ただいま金融に関する禁則処理が行われました。原因が判明するまで一時的にエリアをロックします。不用意なエリア移動は不審者とみなされますのでお控えください。銀行送金の手続きをミスったわね。ちゃんと確認ログを見ないで適当にボタンを押したんでしょ。何年か前にあった詐欺の防止策のせいよ。行政や金融と連携をしている分、アリス内はもともと法に厳しいの。法そのものはこの国のものなんだけどね。でもこのアリスでその法を取り仕切るのは女王で、女王は人間を信用していない。感情や思いなど不確定な要素を考慮しない。だから決められたことに対して純粋に執行する。その決定には相手の事情や感情を汲むという要素がないのよ。繰り返すけど、ここでは女王の他に判断基準はなく、女王のアルゴリズムがどう判断するか次第で全てが決まってしまうの。え？なんで警備 AI？ おひねり送金しようとしただけなのに。確認の間アバターを拘束し移動コマンドをロックします。また決済口座および外部への通信機能を凍結します。ご了承ください。なんか犯人とか捕まってるの？動画撮っちゃう？まずいわね、警備 AI が集まってる。思ったより面倒なところでつまずいたのかしら。不満だろうけど余計なことはしないで。人も集まってるし、それが彼にとって一番被害が少なくなるわ。ちょっと待ってくれ、彼はただミスをしただけなのだろ。なのに
この仕打ちはやりすぎではないか。アリス利用者を保護するための規約事項に抵触します。運営による確認が完了するまでお待ちください。ではせめてこの場にいる他の人たちは拘束せずに解放すべきだ。ここまでする必要はあるまい。規約事項による対応につきご了承ください。ああもう規約と話の通じないやつだな。警告、これ以上の妨害行為は規約違反と判断します。なんだと？これのどこが妨害だ。やりすぎだと申し立てているだけではないか。このまとわりつくな。あの力、あの子フォークロアなの？あ、すまない、驚いてしまってつい。警告を無視しての妨害行為と認定。対象を直ちに拘束してください。対象を直ちに拘束してください。フォークロアによる威力妨害行為が発生。利用者の安全保持を優先し、該当者以外のログアウト制限を解除します。わあ、どういうことだ。振り払っただけだぞ。なのに威力妨害だと？やばい、女王の矛先があの子に向いた。対フォークロア制圧 AA が来る。あの子非契約だったら大問題よ。アリスで問題を起こした非契約のフォークロアに人権なんてないも同然なのよ。ごめん、巻き込まれたくなければ私から離れて。私はあの子を連れて。ありがとう。運営相手でファストトラベルは足がつくから、ここは走って逃げるわよ。ここまで逃げれば大丈夫ね。あんたたち大丈夫？私もなんともない。どうやら助けてもらったようだ。礼を言う。おった、名も名乗っていなかったな。私はプブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス・マイオル。ごめん、長すぎて覚えきれない。なんて呼べばいい？ではスキピオと覚えていただこう。スキピオね、わかったわ。私はネウ。はあ、それにしても心臓に悪い。持ってたステルスツールがあって助かったわ。データとしては不自然だからいずれバレるかもしれないけれど。騒ぎを無駄に大きくしてしまったが、あの少年は大丈夫だろうか。とっさのことで置いてきてしまった。下手に連れて逃げる方が犯罪者認定されて彼のためにならなかったわ。無実なのだから逃げないことで捜査ミスは立証できるはずよ。むしろあんたの方が今は問題。あんたフォークロアみたいだけど契約者は？契約者とはなんだ。死生観のことではなかろうし、王のことか。システムにやたら食ってかかってたからもしかしてと思ったけど。スキピオ、あんた非契約ね。しかもアリスに来てそんなに経っていない。その通りだ。アリスにたどり着いてまだ一月も経っておらん。じゃあアークにも会っていない？あんたみたいに非契約のフォークロアを保護してる団体なんだけど。そのようなものは知らんな。一度何やら声をかけられたが、宗教の勧誘のようなので逃げた。まあ知らない人間から声かけられたら普通は警戒するわね。実際それで正解のことも多いわけだし。アークができた理由もフォークロアを利用する悪い奴がいるからなんだけど。誰からも守られていないあんたの状況は最悪よ。スキピオ、あんたのやったことに対してアリスでは正当に裁かれることはないわ。アバターよりも強力な能力を持つフォークロアは一部の人からすれば脅威でしかなく怪物扱いなのよ。怪物を人間として扱うことに反対する人たちがまだまだたくさんいる。そのせいでフォークロアを正当に扱う法の整備が遅れているの。せめてアークに保護してもらっていればあそこの弁護士がどうにか穏便に収めてくれる可能性もあったのだけど。そうか、状況を教えてくれて感謝する。思わずやってしまったとはいえ、あのロボットを突き飛ばしたのはさすがに軽率だったな。しかし抗議したことは間違っていない。スキピオ、私の話聞いてた？放っておけば
あの少年は助かるまで捕まったまま無意に時間を拘束されるぞ。ただの過失で。私は彼の目の前にいた。彼が不審なことをした気配がないのを見ていたのだ。それを擁護もせず放置せよと。ええ、そうよ。残念だけどアリスでは女王の判断が全てだし、 AI は間違えないというのが今の時代の多数意見。それが間違っていると思うなら多くの人に考えを変えてもらうように訴えるしかない。なんじゃ、騒がしいと思ったらまたお主らか。ねえ、ここはマーケットの近くじゃ。追い払えとわざわざ依頼されたぞ。武蔵さん、イクリプスならマーケットから移動先の定期連絡が行っておるじゃろうし、知らぬわけではなかろう。それに今日もまた何やら新しいのを連れておるの。誰じゃ。そういう貴様は誰だ。質問を質問で返すのは感心せぬが、名を聞くなら自分が先に名乗るのが道義。これは失礼した。日の本の剣士、宮本武蔵と申す。改めて底本の名をお聞かせ願いたい。共和制ローマの将にして執政官、スキピオだ。そうだわ武蔵さん、この子マーケットかテンペストで面倒見れませんか。フォークロアでアリスに来て間がないらしいんです。いやいや、ちょっと待て、いきなりこんな裏組織に入れようと。まずはアークじゃったか。そのフォークロア保護団体とやらに任せるのが筋であろう。来たばかりのフォークロアが所属するには、イクリプスもそうじゃが、わしの組織やマーケットは適しておらん。それがこの子は非契約なのに警備 AI を突き飛ばしちゃったんです。おお、それはまたどういう事情か知らぬが、豪快にしでかしたのう、スキピオ殿。軽率だったと反省はしている。できれば状況改善に手を借りたいが、しかし裏組織とはどういうことだ。ねえ、お主まだ自分たちのことをこの御人に説明しておらんのか。知らなければいざという時に巻き込むこともないと思ったんです。こんなところにまで連れてきてか。しかもこんな面倒ごとにしっかり巻き込んでおいて。少し虫が良すぎはせぬか。この御人にしてみれば、知らないのをいいことに利用されておると感じてもおかしくはないぞ。やれやれ、スキピオ殿はこちらで一旦預かろう。説明をするのでわしと来ていただけるか。わかった。聞き終わるまではおとなしくすると約束しよう。賢明じゃな。ねえ、お主は戻ってこの御人に自分たちのことを説明せ。協力者と言うておるのじゃ。きちんと己で対処せ。よいな。わかりました。ドクターと相談して話すようにします。戻りましょう。黙ってたのは悪かったわ。ごめんなさい。でも利用しようとかそんなつもりは私なかった。必ずきちんと説明するから、私たちに少し時間をちょうだい。お願い。